トーズルです。はい、ということで本日もこちらクラロリガジャ2019をお送りしていきたいと思います。さあ、ということで、今週末はね、レギュラーシーズンがもう終わってしまったので生放送がないというちょっと寂しいですよね。毎週木曜土曜日曜はやっぱりクラロワリーグ見てる方も多かったと思うので、ちょっとね寂しいっていう声もたくさんコメントで昨日の動画でもついておりましたが、次の週ですね、来週です。来週の土日に今度プレイオフが、始まります。このトーナメント表を見るだけでもちょっと興奮しちゃいますよね。土曜日はグループ A の、プレイオフのねトーナメントが進んで、まあ、日本からはゲームイズが、登場します。そしてグループ B は日曜日ですね。グループ B、日本からはポノスが、出場するんですけれども、こちら日曜日に決勝トーナメント馬がありまして、で来週の再来週の29日土曜日に、今度そのグループ A の王者とグループ B の王者が、戦ってアジア1が決まるというスケジュールになっております。だから、来週は土日で、その次の週は、土曜日ですね。こちら土日の、生放送もぜひお見逃しなく見ていただきたいんですけれども、29日はね、私も韓国に行ってまいりまして、現地から、また生放送でお送りしていきたいと思いますので、ぜひ楽しみに待っていてください。それでは、本日のピックアップのね、試合を見てまいりましょう。今日はですね、クラロリーグいつも取り上げるときは、1試合まるっとっていうか、誰対誰みたいな戦いを、まあ、何ゲームか連続で、お見せすることが多いんですけれども、今日はね、ちょっとこのサンドボックスの佐藤選手が、たまにね、どぎついデッキを使うんですよね。本当にどぎついデッキ使って、ボムタワーとヒールが入ってるデッキだったりだとか、あ、今回はウォールブレイカーが入ってるね、デッキとかを使ったりして、ちょっと変わったね、マイナーカードを好んで使うっていうところで、マイナーカードが入った、対戦をちょっとピックアップしてね、お送りしていこうかなと思います。まあ、実際あんまり使われてないカードを使って勝つって、ノウハウがないので、まあ、なんていうんですか、オリジナルデッキを使うっていうのはそれだけリスクも高いし、難しいことだと思うんですが、そんな中ね、しっかりそのカードの特性を生かして、プレイをしておりますので、そちらぜひね、注目して見ていただければなと思います。それではご覧ください。どうぞ。少しありますか。ありえますかね。ペッカミラ対決に持っていく。もう迫ります。おお、来たこれ。しかしあっさりとやられます。ウルブレイカー採用でしたか。サンドボックスは今回はウォールブレイカーで勝つという動作もあるんですかね。ここはディガーを左サイドに、右サイドはペッカです。ペッカ受け7コスト8コストでどう受けるか。まずはアイススピリット、モブタワー採用。地上受け何かしらロイホグなのか、はい、ラムが来てもいいようにのですが、ここで捨て付け裂いてしまったのでラムライダーが止まりにくい傾向になりますね。ラムライダーが入ります。オニオン選手はやはり得意のラムライダーを出していきますね。佐渡選手も全てのカードを見せてますね。そうですね、かなり高回転で、まあディガーで削りつつワンチャンスでウォールブレイカー持っていけるかなという感じですかね。アイススプリット、いつウォールブレイカー出るんだろうと怖くなりますね、はい、ですが雪玉でダークニスで処理できると思うので佐藤選手も出しにくいと思います。ローリングバーバリアンもありますね。右、サイドディガーと来ました。ウォールブレイカー、ウォールブレイカーがそのまま突破していきそうなんですが、エレクトロイザードのローリングバーバリアン、これ6コスト割きました。ただ右サイドの防衛どうでしょう。4コスト5コストで防衛です。ウォールブレイカーを出すたんびにアドバンテージ取られてしまっている印象がありますね。自らの体力を破壊していくようなウォールブレイカー、ちょっとアドバンテージがどんどん取られてしまいますね。先ほどボムタワー入ってしまったので、ここラムライダー処理するカードも少ないんじゃないかなと思います。ペッカの対応にはローリングバーバリアンとアイススリーとメガガーゴイルとアウトローですが、ポイズンが来ています。そしてボムタワーの対応でここはラムライダーを受け止めます。ただ少し残るか、どうでしょう。なかなか通らないウォールブレイカー、左サイド、こうなってくると高回転でラムライダー回されて、ボムタワーが間に合わないでやられてしまう可能性ありますね。ラムライダー、これは防衛できないか。うまく止めました。
かしダークプリンスの誘導、いやこれうまくここも佐藤選手は防衛していきます。低コスト防衛、そして低コスト攻撃、ローリングバーバリアンでウォールブレイカー、ここはベビードラゴンも対応しました。今ベビードラゴンがディガー下げ取っていればウォールブレイカー入りましたね。さあこれ苦しい、ターゲット奪えない、ボムタワー、しかしアイスピと合わせてギリギリ抑えます。ここはあえてターゲット取らないでボムタワーを延命っていう形ですかね。ただ左サイドペッカ出ましたね。アウトローを両サイドに出してペッカ、ダークプリンスの形を取っていきます。ここはポイズ右サイドです。かなり大きい展開です。ここもローリングバーバリアンとエレクトロウィザード、ベビードラゴンのダメージ、ウォールブレーカーが粉々になっていきます。ラムライダー、ボムタワー回ってるか、ボムタワー回せるか、いやボムタワーなしでも十分対応できました。しかしエレウィズ左サイドのタワー削っています。ウォールブレーカー追加、アイススピリット今回後ろからエレクトロウィザードを止めて、いやここは雪玉ギリギリですが、かなりポストを使わせたのでエリクサドバンステ取れています。そしてディガーずっと削ってますね。そうですね。さあこのダークプリンスどうだ、ギリギリここも防衛です。ポイズン削り、あとディガーもカツカツ削っていけると思うので、ソド選手有利な環境になっています。ここはメガガーゴイルでまずはベビードラゴンを処理して、さあ10エリクサーになったところでボムタワーの防衛から始めていきます。そしてペッカ後ろから、アウトローを後ろから出して、これやっぱりこうペッカであったりダークプリンスであったり左サイドに展開されるとなかなか佐藤選手も左上攻めづらい。そうですね、というのもあり右サイドで展開、ウォールブレイカー、いやついにというところでしたけれども、ここキング起動もしていきました。はい、雪玉でキング起動です。左サイドの防衛が苦しいぞ、ラムライダーが通るところでもう一周したボムタワー、アウトロー中央に出して、ポイズンも怖いか、ウォールブレーカー無理やり出していく、ウォールブレーカー無理やり出していくが、ここもやはりタワーの餌食、キングタワーが起動していることによってディガーのダメージも与えにくいですね。このラムライダーが苦しいか、何回もボムタワーを出して防衛はしています。残り1分を切りました。アドバンテージはオニオン選手です。これはベビードラゴンのターゲットを奪って、ダークプリンスのターゲットを奪った、さあここでウォールブレーカー炸裂なった、310、あとは防衛するだけか佐藤選手。ローリングバーバリアンで防衛しますが、ラムライダーが止まらない、ラムライダーが止まらない、ザップを加えてポイズンのダメージだけ受けます。残り30秒、ここでディガーがワンチャンス入ればウォールブレイクカットも出してますかね。ダークプリンスが見えました。ポイズン回されると苦しいか、ディガー2回ぐらい回さないと。そうですね、ベビードラゴン、エレクトロウィザード出していきます。ディガー飛ばします、ウォールブレイカーも出していく、ディガーのダメージが入っていく、雪玉でのけぞらせますが、残り110、いやどうでしょう、ポイズンのダメージの方が多いのか、126切るのか、どうでしょう、残り時間がオニオン選手間に合わない、佐渡選手ここで、まあ、ロイジャイの形が想像されます。そうですね、最近オーブンだと、まあ、かなりバーバリアン型のオーブンデッキ、ポンプ入りのオーブンデッキが流行っているので、ロイジャイとは言い切れないですね、まだ。なるほど、なるほど。あとラバハウンドの形もね。そうですね。そしてユーノとホバリングが見えました。縦の選手、ディガーと縦の選手の形、バーバリアンです。お互いバーバリアンが入っている可能性が非常に高いです。このバーバリアにはどういう風に対抗していくか、プリンスの登場、リガープリンス、オーブンが見えました。そして右サイドにロイヤルホグの登場です。ここはオーブンで防衛します。佐藤選手、これテンプレだとおそらくオーブンが入っているので、オーブンミラーも見えますかね、うんうん、ここはガゴムレ、そこにはなんとマスケット重視と早めの巨大雪玉、今の一発おそらく入んなかったと思うので、ユーノも足りない感じでした。さあ早い防衛からカウンター、いや KK 選手もうあっという間に巨大雪玉投げましたからね。そうですね、いやこのディガーは全て放置の形、いやさすがといったところでしょうか。これ今ボムタワーを割いたので、オーブンデッキ徐々にあのファイアスプリット出てくるのでかなり辛いですね。うん、
まあ、ロイホグに対して、まあ、オーブンを当てればいいという KK 選手、はい、あとはオーブン手前に出しすぎると、まあ、こういったホバリングに狙われてしまいます。これタワーがターゲット取らないですね。うん、プリンスでターゲット取って後ろからマスケット重視、そして両サイドにバーバリアンです。ロイホグも飛ばしたいという意図が見受けられますが、これ読みですかね。うん、早めのガゴムレ、そしてオーブン展開です。ここかしらでロイホグ飛ばしたいと思うんですけれども、このオーブンが嫌な働きをしています。うん、もう嫌だからこそもうここはホバリング、そしてバーバリアンで防衛。そうですね、対空がマスケットしかないのでこのホバリングいきますよ。そしてロイホグ飛ばします。ホバリングがまずはマスケットを溶かして、そしてロイホグがオーブンを溶かしてから攻撃スタート。さあ佐藤選手、ここは一気に攻める時です。雪玉で防衛、しかしユーモの登場です。しかし KK 選手も縦の戦士、落ち着いて防衛します。そしてディガーを飛ばして陸受け、ここは外れます。呪文は打たない選択でしたね、 KK 選手。あと1枚呪文は何になりますか。そうですね、ポイズンですかね、ディガーポイズンの点だと思います。右サイド固め出しのロイヤルホグとガゴムレ、そこには巨大雪玉ヒール、さあ来ました、1コストヒール。さあロイホグ、そしてアサシンユーノ、さらにはガゴムレが残っていますが、これはまさかのヒールでした。逆サイディガー展開ですかね。このプリンスで陸橋を咲かせて逆サイディガー展開。さあ中央出しのここはバーバリアン、マスケットにはガゴムレです。マスケット当てれるか、ポイズンですね。あ、もう苦しいっていう証拠でしょう。 KK 選手からすると対空が、まあ、ポイズンないしはオーブンから出たファイスピ、あとはもう有力なのがマスケット重視しかありません。ここはディガーで削っていきたいんですけれども、それを警戒してますね、カボ選手。うん、右サイドロイホグ、そしてガゴムレ、巨大雪玉綺麗に当てました。そしてヒールをかけつつオーブン展開で後衛のガゴムレを処理、しかし手前のロイヤルホグは苦しいか。このホバリングの受けもかなりきつそうですね。左サイドマスケット重視はどうでしょう。バーバリアン、さあ両サイド攻めがもう一回来るか。陸空橋最大瞬間ディガー、これディガー無視です。ここですね、ヒールが来るか。どうでしょう、ポイズン圏内に抑えられると苦しいが、ポイズンは絶対に打たせない。もうとにかく攻める佐野選手。ここ防衛しきればあとはディガーで。さあガゴムレがここタワーに到着、あとは削るだけか。アサシンユーノも前に出てオーブンで防衛。さあもう一回ロイホグ、ギリギリ耐えましたね。ポイズンは間に合うか、どうでしょう、コストギリギリ間に合うのか。うー、一発。しかしここは最後はロイホグ。はい、ということでいかがだったでしょうか。いや、ボムタワー、ヒール、そしてウォールブレイカーとね、かなりマイナーな、カードを愛しているこちら佐渡選手でございます。いや、すごいですよね。本当に冒頭でも言ったようにテンプレデッキじゃなくて、やっぱりあんまり使われてないカードを使うっていうのは、それだけこうデッキをねクリエイトする能力がないと、デッキを作る能力がないと、その中途半端に適当に入れといてもね絶対勝てないので、まあ、そういったところでこのプロの、最前線で、投入できるような、そういったこのデッキを作ることができる、もしくは、そのマイナーなカードを使ってね、強いデッキを見つけてきてくる、見つけてくることができるっていう、それもまた選手の、ね、一つの実力なんじゃないかなと思います。まあ、ゴブリンの檻はついに、出なかったですけどね、ということでプレイオフでもしかしたらゴブリンの檻登場するかもしれませんが、まあ、こういったマイナーカードを使う選手っていうのはまた一つ、選手の特色としてね、面白いんじゃないかなというところで、佐藤選手ぜひ皆さんヒールとかね、マイナーなカード好きな人は、佐藤選手を応援していただければなと思います。はい、ということでじゃあ本日の、クラロワリーグの動画はこんな感じで終わりたいと思うんですけれども、引き続きクラロワリーグ、プレーオフとまだまだ熱い戦いが待っております。ぜひですね、日本のチームゲームイズとポノスが残っておりますので、皆さんぜひ生放送で応援していただければなと思います。来週土日ですね、19時から、生放送オンエアです。ということでじゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。